いやー、すごかったな、さっきんとこは。やべえよ、あれ。2080年の世界だったな、マジで。え、次これ何並んでんの、これ。え、ミキに会えんの？会えないよ。会えないだろ、あいつ。ロサンゼルスで忙しいから。本当に。だってディズニーあんだろ、ロスとかにも。あっちにいんだろ、俺。だってこんな日本とかにもいねえだろ。だって、お前。嘘だろ？マジかよ。出てきたよ。俺にも優しい。マジか。すごい、これ。え、これで何？写真も撮れんの？本当に？すごい。お姉さん、撮ってくれて、後で見れるの？ちゃんと。やったやった。じゃあ、ポーズ。どうする？どうする？どうする？いやー、さっきの丸の内もそうだけど、ここ表参道もすげえよなー。重さんだっけ？重さんヒルズのとこのさ、通り？いや、ほんと。だって俺さ、もう、ルイ・ヴィトンとかさ、あれしか来ねえから。あとあっちの、クロムハーツのさ、方とか来ねえから。ほんとに。え、これだって写真とかいいよ、照れくせえな、お前。例の、お前、そんな、お前、思うつぼにはなんねえかんな、マジで。え、何それ、インスタにアップすんの？え、こう自撮りみたいな感じで？まあ、いいや、撮ろうよ。はい、わかったよ、わかったよ、めんどくせえ。はい、もしもし、大統領。トランプの次俺で？笑わせんなって。ていうか、俺、そういうことダメだよね。グレーだよね、マジで。いや、黒くはないよ。墨汁じゃないもん、俺。いや、だって昨日お前もあれだよ。錦糸町でやってたじゃん。なんか、タクシーに対して。あれ、グレーだから。な？グレーは良くないって。でも、セーフなんだよね、グレーだから。白と黒混ざり合うでしょ？ねえ。ねえ。ねえ、あの歌手の方じゃないよ。ね、俺昔聞いてた、テルとかさ、俺スーツ着てたもんだって、普段憧れて。ダセー、ダセー。でも、それも、学校ね、学校じゃグレーだったんだよ。やめちゃったけどね、学校も。親に対して迷惑もグレーだからね、俺は。いや、あんまやめた方がいいって。まあ、真っ黒になんなきゃいいよ。ホワイトだから、俺は。よろしく。いえ、今日は、7時に集まりました、皆さん。遅刻ないよね。ってことで今日は、昇進祝いだね、俺の。社長の。社長っていうか、次期大統領だからね、俺は。ってことで、まあいいや。何の飲み会でもねえんだけど、とりあえずみんな集まったし。店員さん、お願いします。え？じゃあいいよ。お前は生。で、お前は？レモンサワー、レモンサワーとか、お前2杯目か3杯目だろ、お前。スカッとすんのは最初は生だろ、おい。え？これ、おい！いや、ほんと！やるから。いやー、今日も飲み会集まっちゃったね。いやー、ほんとに。いやー、なんかもう昨日も先輩に呼ばれちゃってさ、ある、そういうの、お前も。あるっしょ。ねえ。お前仕事してねえのに、ちゃんとしろよ、とりあえず。ねえ。パチンコばっかやってねえでさ、あれ当たんの？あれ。ねえ。弾とか自分の手でここ入れちゃえばいいんじゃねえの？無理か。無理か。グレーか、それ。ブラックか。まあいいや、とりあえず飲み物頼もうよ。お前は生だろ？生だろ？生。お前も生。生。生。俺も生ね。生。生。生。で、何？ソフトドリンク？ソフトドリンクてめえ！おい！おい！車？車か、今日はお前。だからいいや。法律は守ってくから。俺たちは。ね？いいね。ソフトドリンク。いやー、買い物来たけど、どうする？銀座。どこ行く？マジで。いや、あっち行って、まず、松屋の方行って、ヴィトン漁るでしょ？で、その手前の、シャネル行くでしょ？で、裏の、イソップで俺、あれ、オーガニック買うでしょ？で、バレンシアが、ルブタンで靴買うから。で、どうしようかな、俺。ウブロも欲しい。ウブロも今日買っちゃう。昨日仕事うまくいったからね。ウブロでしょ？ピケの時計も買って、で、リシャールはまだだろ。あれは、スーパーサイヤ人になってからじゃない？ね？だろ？で、その後どうしよっかな。サボンで、俺、嫁に、あれ、スクラブ買ってかないといけないから。そんな感じかな。あとは、どうしようかな。パンツ買おう。あそこ、ドーバーストリートで、あれ買おう。シュプリームのやつ。ってことで、スタバ行こう。いやー、なんかなんかなー。お前なんかかっこいい服装してんね。最新だね。
ねえ、お前常に最新だね。明日より早い前。前にいるんじゃないの、お前。と、それ靴もシュプリームでしょ？シュプリームでしょ？短パンもシュプリームでしょ、それ。ねえ。で、お前な、T シャツシュプリームでしょ？ねえ、キャップもシュプリーム、お前、シュペ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 じゃん。どう、お前、このシルバーもお前、シュプリームで違うの？え、何それ？え？クロマーツ？